次の試合どうしよっかな。インシューズないし、もうスリッパでいっか。第5位、第5位は、スリッパはなるべく履かない。ね。これね、僕たまに言ってますけど、これ理由あるんですよね。水泳選手って他のスポーツよりも結構足首の柔軟性が大事なスポーツでございまして、普通のスポーツはこう、床を蹴るために足首がそこまでね、足首がこうあって、こっち方面に足首が曲がることがあんまりないんで、こっち方面の柔らかさがあんまりいらないんですけども、水泳はいるんですよ。こっち足があって、こっち方面に足首が曲がるっていう柔軟性がいるんですよ。こう蹴るんで。水を蹴るんでいるんですよ。なので、こうスリッパ、かかとがこう固定されてない。かかと固定されてないタイプのスリッパを履いて、こう歩いちゃうと、こうね、自分の足でスリッパをこう、スリッパの重りをこう支えるように歩く必要があるんですよ。なんで、スリッパを、こう、要するにその、便所ハンドル的な、ああいうスリッパを履いて、ずーっと歩いてると、足首がね、結構疲れが溜まってきちゃうし、足首が硬くなってきちゃうんですよね。なので、水泳選手っていうのは基本的にはスリッパはやめた方がいいです。だから、試合にも結構スリッパで行きますっていう人多いし、試合のインシューズスリッパっていう人多いけど、あれはやめた方がいいですね。実はあれはインシューズの方がいいんですよ。うん。トップ選手がインシューズ多いのもそういう理由が実はちゃんとあるんですね。第4位、第4位は姿勢や歩き方ですね。これは気をつけるべきですね。まあ水泳ってね、他のスポーツよりも、他のスポーツももちろん姿勢重要なんですけども、水泳は特にこの水中での姿勢、いかに水の抵抗が少ない姿勢を作るかっていうのが大事なので、普段から猫背の人、普段から猫背だよーとか反り腰だよーっていう人が、急にその泳ぐ時だけまっすぐな姿勢になれるかって言ったら、結構難しいんですよ。なんで、歩き方とか普段の姿勢でこう、スマホ見すぎてこう、ずっと丸いよみたいな人は注意すべきですね。僕も結構現役の頃までは姿勢はかなり良かった。今も結構いいから。うん。結構姿勢は僕はいい方で、背中が結構まっすぐな人なんで、はい。これは結構誇るべき人だと思ってるんですけど、背中がね、ずっと丸いって言われてる人は、普段の姿勢から気をつけるべきです。あと歩き方。歩き方もね、そのガニ股？ガニ股でずっと歩いてるよっていう人は、クロールのキックって基本こう内股に蹴っていくんで、外にこう歩く足の癖がついちゃうと、バタ足するときとか、ドルフィンキックするときとかに、こう内股にこう蹴っていくのが難しい足になっちゃったり、まあ大脚とかになっちゃったりしちゃうんで、まあ普段の歩き方も結構注意すべきですね。平泳ぎ専門の選手で、そのガニ股になっちゃって、平泳ぎ専門の選手で普段の歩き方がガニ股で、また足がなかなか入らへんっていう選手も多いんで、この足の角度とか、まあ歩き方、正しい姿勢っていうのは普段から注意すべきですね。いや、今日めっちゃ暑いな。めっちゃ今日日強いやん。日焼けしそう。でもまあ、日焼け止めとか持ってないし、いっか。第3位、第3位は日焼けですね。はい、これ日焼けはね、気をつけた方がいいね。普段から結構外プールでやってますみたいな、普段から日焼け慣れてますっていう人に関してはそこまで注意する必要はないんですけども、大体の水泳やってる人って中のプールでやってて外のプールでやることが結構珍しいよ、あんまりその外プールでやらないよっていう選手が多いんで、そういうね、外プールでやるのが全然普段なくてもう焼けるのがあんまりないよっていう人は、急に焼けちゃうとその日焼けって体力奪われるんですよ。なんで、例えば、まあ、試合があって、一週間後に試合があって、ちょっと今日は友達と海に行きますと。海に行って遊んでて、まあ、プール入らへん、海に入らへんけど、外にずっと砂場にいますと。砂浜にいます。で、日焼け対策ゼロですって言って、日焼けしたまんま、試合に向かっちゃうと、その日焼けの疲れがね、はい、残ったまま試合に行っちゃうことになっちゃうんで、なるべく日焼けっていうのは避けた方がいいんですよ。まあ、例外として、外プールでの試合がありますと。で、外プールの試合に慣れるために、まあ、普段から日焼けに慣れておくっていう作戦も、まあ、あるんですよ。まあ、陸上選手とかでも結構多いですね。フルマラソンで結構暑いところでフルマラソンするっていう人は、事前に暑いところに慣れておくために、まあ、日焼けとかするようなそういう環境で練習して、フルマラソンの試合会場の環境に合わすっていう練習法もあるんで、外プールで試合がある場合は、そういった練習方法もありですが、基本的には、外プール慣れてない人っていうのは、日焼けっていうのは気をつけた方がいいです。
いやー、この荷物めっちゃ重たいわー。めちゃくちゃ重たいこれ。第2位、第2位は左右差に気をつけるですね。はい。野球とかはね、まあ基本的に右ばっかり投げますけども、水泳っていうのは右手で書いて、やり手も書きます。で、左右にあまり差がないようにするスポーツなので、これね、左右に差がもちろん普段から人間はなんであるんですけども、右利きの方は、右利きの人は右手の方が強いです。ただ、それにかまけて、ずっと右ばっかり、例えばボーリングとか行っても、右でばっかり投げたり、他にも、まあ、重い荷物持つときに、右ばっかりで持ったりしちゃうと、結構ね、この左右差が出ます。泳ぎにも左右差が出ちゃいます。で、左右差っていうのはあるんですけど、泳ぎにももちろん。それが出すぎちゃうと、右ばっかりで書いて、左手は全く書けない。で、右ばっかりで書いちゃって、右の方に負担がかかって、右肩を故障しちゃうっていうパターンも全然ありますので、普段からの左右差っていうのは気をつけた方がいいですね。左右差っていうのはね、結構その歩き方とかでも左右差があったりしちゃうと、右足のキックが入らへんとかもあります。僕は左足のキックがすごい入りづらくて、左手も非常に書きにくいんで、スイムの時とかも左呼吸を多めにしたりとかして調整をしています。なので左右差はあるんですけども、ちょっと出すぎちゃうと泳ぎにも支障が出ちゃうので、そこは皆さん注意した方がいいですね。ヘイヘイヘイ、パスパスパス。うわ、番外編は球技でございます。これはね、もう注意した方がいいよね。球技ってね、もちろん水泳選手苦手なんですよ。うん。で、特にやばいのが視力ね、動体視力がマジないんですよ、水泳選手って。なんで、まあ、野球とかサッカーとか、まあ、特に野球かな、危ないのは野球とかしてて、結構ボールがこう来てそれ取れずにぶつかるとか結構あると思うんですよね。動体視力ないんで、水泳選手って。僕もよくあるボールが掴めなくて、ボールキャッチできなくてパンとか全然あるんで、注意しましょう。いた、うわー、足くじいたー。第1位は走るときに気をつけるですね。走るというか、まあ、陸上での運動全般に気をつけてほしいです。っていうのも、第5位でも言いましたけども、水泳選手っていうのは足首が非常に柔らかいです。はい。足首が柔らかいんで、例えば、まあ、マラソンをする、走る場合でも、長距離を走る場合は、足首にかかる負担が、一般の方よりもかなり大きいです。はい。足首が柔らかいがあまり、捻挫もかなりしやすいんですよ、実は。なので、長距離のランニングっていうのは、まあいいんですけど、慣れてない時に、急に長距離を、例えば、体育の授業で全然普段走ってへんのに、体育の授業で急に長距離走を走るとかいうのは、ちょっと気をつけた方がいいですね。足首の怪我とかはしやすいです。なので、まあ、ランニングします。有酸素運動のためにランニングしますっていう人は、徐々に距離を伸ばしていって、急に一発目から無理をした距離を走ったりしないようにしてください。徐々に慣らしていくことが大事でございます。はい。走るのがダメじゃないです。ダメじゃないですね。もちろん、走ってる人もいますので、注意して走ることが必要ってことですね。まあ、基本的に陸上での運動ってのは本当に水泳選手皆さん気をつけてくださいね。今回以上です。しょっ。